出勤一人の店行ったことあります？八王子やないか。ついに八王子来ましたよ。なんで八王子やねん。いやもう都内も結構いろんなとこ行ったんでね。なんでちょっともうだいぶ橋の方に行ってみました。ほんま恥やな。どこ行くの？まあ、まあ、我々といえばやっぱり激安サロン。またサロンな。サロン率高ないもんか。いや、たかし、この美容リアで。いや、顔は美容ですね。おお。まあ、今回はめったに行けへん、この八王子。やっぱ、ご当地の風っていうのは、男子はみんな行きたいと。なかなか来ることないんでね。やっぱりね、都内近郊だと、大体新宿エリアから来たりとか、はい、大体想像つくところから来んねんけども、八王子ってやっぱね、地元の子がええなと。ああ、八王子出身の子とかって、ちょっと気になるんですね。まあ、八王子までドンピシャか分からんけど、地元やったらええな、みたいな。そしてね、パーマ2個といえば、Twitter やってると、よろしかったら動画以内情報が載ってるみたいなんで、よろしくお願いします。よろしかったら、あとはチャンネル登録、ピッとピッと押してくれたらめっちゃ嬉しいです、みたいなことがあったりなかったりと。Twitter かな。おぉ。3000円。ってらっしゃい。大丈夫ですか？大丈夫だっけないやろ。どうでした？爆山。今回八王子のご当地サロン朝割りとかいうのがあって30分3000円。おお、安いですね。ただね、外観もちょっと怪しいなと。階段登ってったらおなじみの人感センサーでキンコーンってなって、自動ドアが不自然なタイミングでブイーンって開いたり、あとあと見たら受付は50代ぐらいの静かなおっさん。俺の後もう一人客来たの。自動ドアやのに壁にスイッチあって手動で開けてる。その店員さんが開けてるってこと？受付のおっさんがスイッチで開けてる。半自動ドア。お客様、ありがとうございます。3000円です。こちらの椅子で5分から10分お待ちいただいていいですか？丸椅子が3つだけ。そこでちょんって座って待つねんけども、プレイルームから声つつ抜け、体感やねんけど、待ってる丸椅子から実際に遊んでる場所距離2メーター、ここで待っててもその辺で行われてる。親戚の家みたいな作り、洗面台見えてて、ジョーが見送った後そこに行ってうがいしてる。それも丸見え。でもね、全部見えてて出勤人数少ないやろなと。ジョーの声がいろいろ聞こえてきて、もう本当にできないってばーって。いや、何してんの？何が行われてるんですかね。ないことある。サロンでほどなくして呼ばれました。いざ戦場に入ってたと。作りがおもろいね。まだめちゃくちゃ古い試作品のオメダコーヒー店の店内に。どういうことですか？二人掛けソファーが向かい合って2個ある。その間にちっちゃいテーブルがある。喫茶店みたい。ああ、なるほどなるほど。これがかけるよ。ソファーから見てたら店の端っこに生活感丸出しのでっかい冷蔵庫とか見えてる。パーマちゃうねんか。パーマ2号といえばフリーで入ってもつるせこの置き手がある。店長さん、すいませんと。もしよかったら細い系が好きでって言ったら、すいません、うちには細い子はいません。はっきり言われる側のジョーもかわいそうだけどなと。まあでもそんぐらい覚悟せななと。その米田コーヒーのセットに鎮座したら来ました、ようやく。悪くない。思ったほど太くもない。ほんとね、155ぐらいで中肉中背。世の中からブーデーとはそこまで思われん。顔もすごい悪いわけだ。柔道のヤワラちゃんを可愛くした感じ。ヤワラちゃん以上。ヤワラちゃんなんちょっと思う。ヤワラちゃん風なんて。まあ、今日はあるもんね。今日は。服やいなや。待ったでしょ、ごめんね、みたいな。いやいや、全然大丈夫やで。あのね、見たら分かると思うんだけど、今日、私、出勤、一人なの。うん。一人やったんすね。二人かなと思ったら一人です。でも、その子一人で、まあ、全部。ヤワラちゃん大変やな。忙しいっすね、それ。これから先に金メダル渡したとバカだれよ。愛想もいいし、僕はねんけど、ちょっとね、とある疑惑が生まれてる。そうだね。パーマ2号の大阪京橋サロンというとこがあるんですけど、あの時に出てきたのが、おばちゃん。ちょっとね、おばちゃん風な。多いね。大丈夫？待ってない？いや、多いね。おばちゃん。決してね、ダメでもなんでもないし、で、ベタな。今日は仕事みたいで、久しぶりに八王子来たけど、まあ仕事じゃないって言えば仕事じゃないかな。こ
だから。相槌多いっすね。6倍ぐらい。で、あの、って、なんといっても30分のさ、ただね、一人しかおらんのかって思うやん。考えてみてください。もう、店貸し切りやから。俺と上位が誰もおる。で、まあ、オーソドックスに、紙コップにイソジンが入ったやつを持参してきて、これぐらいお願いしていい？って言って、ガラガラガラ、ここに戻して、このタイプだった。マウススプレーとかシートとか多いねんけど、ここは席でうがいっす。珍しい。髪の長さも黒髪で、まあこんぐらいかな。一般的な。で、まあまあ、スムーズに、来てんけども、あ、やらちゃん、ちょっと待って。俺も、ベロリたいと。申し出る。もうやっぱり、20分、30分のサロンだと、一般的にはもう、はい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 、じゃあ、パッチョ、スタート、で、パーチ終わり、みたいな。だけども、行からしたら30分あれば、十分に、ベッカム。おぉ、行ってるんすね。久々にその、フラットシートじゃなくて、ベンチタイプだったから、ここが、ベンチと引っ込まれる。やらちゃんが座ってる。俺がこの床に、騙すぎて、ガッ。なるほどっすね。一人しか出勤がいないサロンの上の気持ちって大変なわけ。休憩もないし、ひたすらひたすら来た客を自分が行くしかない。だから、俺はとことん伝わろうと。インターバルに俺はなるべく。俺の直前の客、できへんって言ってる。できないよってな。サロンでめったにない到達してもらって、こんな客もおってよかったなって、そういう風にしたいから、床にひざづいて。実際この6倍早い。見立てではね、30代半ば、40は行ってます。確実に30代。結構でも時間がかかる。3、4分かかったかな。じっくり。3日飯食ってないぐらい、こう、テレビで。ようやく到達。いやでもね、出勤1人やから、なんとかせなの。到達したら、もう一回パッと戻ってもらって、なんだったらちょっと B もいいとか、まだ問題が起きてる。ここね、最初から、待ったでしょ、ごめんね。大丈夫、ごめんね、大丈夫、っていう気遣いタイプなんだけど、結構激しめに来てくれた。バッキャン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 して、大丈夫、痛くない、大丈夫、って言うんだけど、大丈夫やで、ってきっちりって言ってんだけど、実はガンガンハードだ。申し訳ないけど、まあまあ痛い。まあ皆さんもそうだと思うんですけど、ガツガツトゥースが当たってても、なかなか言わんの。ちょっとだけ痛いって、たまに言うけど、基本はね、我慢します。そっからは、このまんまガツガツが続くと、ちょっとやばい。DNA2 にハンドを変えてもらう。で、CHU しながら、2してもらいつつ、ハンドして、たまにパックと。で、あとは、下回りにしてもらう。3号の下回り、周辺ね、そっちを、して棒を避けてた。さあそしてね、ちょうど良くなってきた。痛みも静まってきて、ビートをハンドルで CHU を繰り返しながら、そうもうちょい強く。ただここがありがたいと、何でも激しめだから、激しめウェルカム。なんならね、ちょっと強めじゃないとなかなかね、乾きしにくい。使い込んでるから。まだまだこの店システムがおもろくて、通常ねマイクが直結してる。赤ちゃん、そのシートはどうしよう。そのシートはどうしよう。よく最近フラッテンみたいな、店内とマイクが連携してんねんけど、ここは時間が終わるたびにカーテンガラって洗浄に入って、えちゃんお時間ですって直接言いに。そう言えるんすか。バリに直接終わりを告げに行く。直でコントいくわ。超気まずい。で俺はもうちょうどいいリズミカルなローテーション、そしてハンド CHU を交互に繰り返して、いいよいいよいいよ、いいねその力加減。もうちょいじゃあパッチョに切り替えてパワッチ。おお、パッチしたんすね。おー、そうか。話の流れで、上場の温泉の近くであるらしいやん。あ、そう。よくしてる。私ね、めちゃくちゃ温泉好きなの。こっから怒涛の温泉と止まらん。なんでか判明しました。肌質も白くてツルツル、綺麗。大分の出身。八の頃はなかったんですね。全然違う。明治、大分、湯布院で育ったから、このツルツル肌。山梨にあるワイン風呂とかも、ワイン温泉とかも行ったって、すごいよ。これは温泉ソムリエ。やばまさん、総括お願いします。やばかだれ、ほんまに。八王子30分3000円、激安サロン、参りました。いや、なかなか渋いとこやったっすね。人間模様がもう濃いのよ。出勤
一人の店行ったことあります？なかなかないよ。貸し切りやけど、今日私一人なのって言われた瞬間ね、俺はご苦労様と、あとは俺のことも気にしないでと、なんかもうそんな気持ちになった。地方の風は想像がつかない。ハプニング。